はい、歯磨き好きの、俺のクチュクチュ動画、始まりました。第2回目こちらです。リステリンの、トータルケアプラス。こちらはですね、1リッターでだいたい値段が1000円ぐらいです。リステリン史上最多効果、虫歯から歯石までまとめてクリア。効果がですね、ここに書いてあります。虫歯と歯肉炎、口臭の予防、歯を白くする、歯石の沈着予防、口内の洗浄、口内を爽やかに、爽快に、クリーンミント味、薬用と書いてあります。こちらが、抗腺液ではないと。これは液体歯磨きというものなんですね。適量括弧 20ml を、口に含み、ブラッシングしてください。1日2回の、使用をおすすめします。だからこれを、口に含んだ状態で歯磨きをしろと。で、そういうことですね。うん。ということで、開けていきましょう。前回のリステリンのオリジナルはものすごく辛かったということですが、あれはですね、そもそも潜航液なんです。だからこれは液体歯磨きなんで、まあ用途があんまり違うんですよね。うん。ということで、こちらを、いただきます。乾杯。辛いですね。うん。そこそこ辛いんですけど、ぶっちゃけめちゃくちゃ甘いです。うん。言ってること意味不明ですけど、口に入れてる状態は、非常に甘いんですよ。オリジナルとかに比べると、ものすごい甘い。甘いから口に入れてる瞬間は、入れた瞬間めっちゃ甘いなーと思って、で、くちゅくちゅやって、で、ベロの下のあたりまでこうやって、わーってやって、で、吐きましたけど、吐いた時になんか、やっぱり、アルコールが入ってるんで、エタノールが入ってるんで、結構、刺激があると。うん。まあ、オリジナルほどでは全くないですけど、オリジナルの、まあ、3分の1ぐらいですかね。うん。うん。で、これは、エタノールが入ってないノンアルコール的なやつもあるんですよ。アルコールゼロみたいなやつもあるんで、まあ、主に多分子供ですかね。うん。子供には、この刺激はちょっと強すぎるというか、正直、小学生とかだと下手したら泣きますんで、オリジナルだと 100% 泣きますね。100% 泣きますね。うん。なんで、やばい、刺激がちょっと弱えっていう人、アルコールがね、ちょっときついわって人は、ゼロ。子供とかは、このアルコールゼロってやつが同じ値段で売ってますんで、効果は一応変わんないって書いてあるんですけど、まあ、口内を洗浄してる時点で、アルコールってね、やっぱ殺菌作用があるから、おそらく殺菌作用的には、アルコールが入ってるやつの方がいいんではないかと俺は思ってます。うん。
ですね。はい。ということで、終わりです。こちらは、そうですね。ちょっと、わかんない。うん。これ歯磨き粉として使うわけだからね、本来はね。うん。なので、まあ、多分効果がちょっと今のところ全然、理解できないんで。うん。まあ、三つ星ぐらいですよ。これ後で多分、うわ、マジで白くなった、口白くなったとか、ね、すげえ、なんか、歯茎が状態良くなったとかってなったら、まあ、ちょっと、まあ、四つ星とか五つ星になるかもしれないですね。ということで、ご視聴ありがとうございました。